バーナード・リーチ、非常に先ほども申し上げましたが、絵が非常にうまいわけなんですけれども、この山水の絵はですね、中国の題材ですね。もともと香港で生まれたバーナード・リーチは、中国に対する憧れが非常に強い人でありまして、中国の山水の絵、それから中国の井戸の絵ですね。で、筆置きも中国のこう山水の形、そういう筆置きであります。このリーチの浜田とのつながりで最も早い絵がありまして、残念ながら現存している絵は確認されてないんですが、バーナード・リーチが描いた浜田庄司の本の中に、1920年セントアイブスで、庄司が庄は本を読んでいる、そういう絵がありまして、これがちょうど100年前の絵なわけですね。これも非常に記念すべきリーチの記録として素晴らしい絵だと思います。